と見ろか。一の巻。三。明治六年、政官論破裂以来、世の中、とかく物騒になり、桃源のような田舎にも、社会が打たす波のうねりは、おのずから響いて、佐賀、秋月小倉の乱、熊本、新風島の暴挙、それよりもなお恐ろしい、明治十年の乱、相次いで村人の肝を冷やしたが、しかし、豊かな家に、父母と住んでいる子供の目には、山の上から海の嵐を見るくらいのものであった。何菓子という全三義は、謀反して死刑の際に、ただ好天高度の知るあり、と言った。何菓子の権礼は腹をえぐられた。肥後の俵というところでは、合戦が18日も続いて、抜刀隊が台場を越えて切り込んだなどという話は小言に伝わって、一度は殺軍の一隊が今にも突進してきそうに村中大騒ぎしたこともあったが、幽霊話と同様僕には怖くて面白く、夜になると父と母の間に寝ながらいろいろな話を思い出して、ヒューヒュー吹く嵐の音に胸どきつかせながら、右に左に父母の手を握って、こんなにお父さんとおっかさんの間に寝ておれば何が来ても大丈夫、かわいそうに雨に濡れ風に吹かれて恐ろしい戦争をしている人たちは今どうしておるだろう、こんなあったかい寝床も持たず、お父さん、おっかさんも持つまい。ああ、安心。かわいそう、かわいそう。安心、と思い思い、つい眠ってしまった。それも今は、一条の夢となった。夜ごと夜ごと、川の字に寝たその大事な一筋が欠けて、僕は母とただ二人、この宇宙に残されたのである。僕は父を愛して母を敬した。普段は父に抱かれて寝るのが好きであったが、病気の時は母の手を握っていたかった。花見には父に手を引かれて、泥棒の入った夜は母のたもとの下に隠れる。名は節と言って、実に我が母ながら凛々しい、気性の勝った人。父は五目も十目も母に置いていた。一家分散後はますます母をはばかって、よそ目にも気の毒なほど気を兼ねる。喧嘩も時々起こった。むつまじゅうして一階の乾けるパンあるは争いありて、ほふれる獣の満ちたる家に勝る。もちろんである。しかしながら、悲しいかな、乾けるパンは、多く争いのもとになる。言わんや、昨日は映画の地味に会いて、今日は、泡飯の仇を食う身となっては、かかる争いの起こるのも、無理はないと思う。大方は、父の灰に帰した。皆、俺が悪いから、と、父は焦然としてしまう。すると母が突然、落雷する。僕も泣く。こんな悲劇が、月に幾回となく、繰り返されるのであった。ああ、しかしながら、その悲劇すら、もうなくなった。あの優しげな、目も、子供らしい笑い声も、昔、紋付きの羽織袴で、親類寄り合いの定席を占めていた時の立派な風采も、零落して、町外れの一軒家の柱によって、修繕としていた様子も、もう見られない。二親揃うて育つる子は、
貧乏でも長者の暮らしというが、何も知らぬ僕も父の缶を送って帰った夜は、母と顔見合わせて真に零落の寂しさを感じるのであった。つらいと言って零落ほどつらいものがあろうか。登る一歩は軽曲を踏んで汗だらけになろうとも、望みというものが上にあって引き上げる。しかし昨日までの映画の夢を背に覆って、真っ暗い明日の恐れを胸に抱いて、ほとほと零落の坂を下っていく一歩一歩は実に血涙である。それも東京とかないし大阪とか、人間が桶の中の芋のようにゴロゴロしているところでは、贅沢もし放題、貧乏もし放題。ずいぶん昨日の長者、今日は顔を拭って裏棚にマッチ箱を貼ることもできないではないが、田舎では実にたまらない。まず晒し首のようなものの、生きて感じるだけがさらにひどい。生実家知らぬ顔がないだけ、どこを見ても呵責の鬼に囲まれる。昔の映画の歴史をそらんじていられるだけ、皆の結んだ口元に長老霊障の意がほのめいているように思われる。ちょっと歩いても、昔我がものであった家屋敷山林田畑が至るところに待ち伏せして我を恥ずかしめる。昨日まで下がっていた村の頭はもう下がらなくなる。昨日までは隣の家の梅の花を折っても、坊ちゃま、お危のうございます、私が折ってあげましょうと言われたのが、今日はどこのガキだ、人の麦畑歩いてるなぁと怒鳴られる。もがいてもあがいてももうダメだ。田舎は深い井戸のようなもの、一度落ちたら容易に上がれない。僕は今母とその井戸に落ちてしまった。実を言ったら名代の旧家、持参ではないが祖先代々随分陰徳を積んだのであるから、せめてすがって登る鶴瓶でも下ろしてくれるものがないはずはないのであるが、そんなものもなく見殺しにせられるのは、いつの司祭があったからで、それはすなわち叔父の迫害である。叔父はすなわち亡き父の弟、姓はやはり菊池を名乗って健吾と言った。僕はどうしてもこの叔父を好きえなかった。父の寛大なるも常に彼を恩知らずと怒った。母のごときは任否認だと常に言っていた。叔父はすでに父と身代を折半したをもってたれりとせず、なお家を建てさせ、それでもなお不満の様子であった。無邪気な僕も叔父を見ると、なんだかこう冷やっこい日陰にでも入ったようで心持ちが悪かった。彼は醤油製造を業としてすこぶる繁盛し、炭焼き業を始めてこれにも成功し、まけば増やせ、出せば倍し、貸せば太るというふうに資材を納むるの道において、確かに兄よりも兄であった。しかるに彼は父、実刑の破産を現在目の前に見ながら一銭を出して救おうともせず、余すさえその家屋敷道具を他人の名で買い取って、ついにはそこに住み込んだ。いわば叔父は菊池家の全身の代を横領したのである。それと知った時ばかりは、さすがの父も
憤然として、もう弟とは思わぬ、兄とは思うなと言い送ったが、金銭の上に兄弟はない。先方はもとより霊落した兄には何の定義もなかったのである。父が死んだ時もただ義理にちょっと顔を見せたばかり。母は怒って葬式の日取りも言わなかったくらいである。なぜこの通り叔父が迫害を加えたか、僕は今に至るまでそのゆえを知らぬ。知らぬが、僕の爺は常に父を愛して叔父を疎んじていたそうだ。僕の母はこの頃まだ30にならず、この谷第一の美人で、そうして母が常におじを嫌って顔さえ見るとふいと立ってしまったことはよく覚えている。無情のおじは僕が一家の霊落を霊眼に感化した上に、いわば兄の一家を追い出してその後を占領した上に、父が死んだ後までもなお迫害をやめぬのである。僕の親類、町の大家の大半は親類縁者であった。の中には非常に潔癖家で毎日掃除ばかりしている菊池金蔵という親父もあった。非常に猫好きで、白、黒、ミケ、ブチ、取り混ぜ10匹も飼って、猫がネズミを取ると、そんなものを食う人があるかい、ささ、これをお食べなさい、と言って、わざわざ、シビの煮付けを持ってやる、おばあさんもあった。ホックの上手な人もあった。非常に、かきむき自慢の先生もあった。その知恵だけは、別にある、将棋の名人もあった。しかしながら、ただの一人も、かの、剣豪寺の向こうに立つほどのものがなく、おじは親類頭としてほとんど先生君主の勢力を振るって僕の一家をボイコットしたのである。村の者、町の者の中には、陰では随分気の毒に思った者もあろう。しかしこの谷第一の金満家、一番の知恵者、一番の意地者たるおじの不機嫌を犯しても、僕らに同情を表するほどの勇者もなく、思えば我らの善はいかに弱いものであろう。長い者にはまかれよ、弱い者はいじめよ、でついういむいの迫害を加えたのである。僕は決して恨みには思わぬ。人情は得てそんなものだ。弱きを助け強きをくじくなんぞは欲を知らぬ昔のバカ者がしたこと。弱肉強食、これ天理の今の世の中では、朝廷を拝むより金を拝むがよっぽど近道。未来はあるか知らぬが、まだまだ遠いこと。向こうの長者のご機嫌を損ねては、さしよりこのかわいい口が干上がるではないか。だから世は止めるについで、大なるもの、いよいよ大に、ともしきを削って、痩せたるもの、ますます痩せたりで、いにしえの聖者も言われた通り、持てるものは与えられてなお余りあり、持たぬものはその持てるものをも取らるるのである。早い話が、街灯にラッコの襟つけて、フラッシュ店の膝掛けを携えた若い紳士が乗る一二等の客車には、厚いクッションを敷き、湯たんぽを備えて、よぼよぼした百姓親父は三等の板の腰掛けに水花をすすっているではないか。いや、これは話が脇へ飛んだ。とにかくまずこんな次第で、母と僕は親類地区の真ん中にいながら、全く孤立の身となってしまった。